はいどうも、今日も元気バトルやっていきましょう。チャンプルーです。というわけでね、今回はあれでいきましょう。ザザミさんのね、猿攻撃練習したいんで弱いでやっていきます。後でかけるでボコボコにするから待っとけ。今回はね、チャルの特殊攻撃から弾当てして、途中で重力コントロールを挟んでコンボするってやつです。こういうやつです。やばくないこれ、マジでやりやすいわ。はい、バイバイ。さあ、弱いでやってるからね。やばこれ、強すぎでしょ。やば、やべ、あら、伸びね。はい、オッケー。強すぎないこれ、めっちゃ強い。タイマンだとやばいねこれ、キル性能が半端ない。もう本当にチャルはね、球をどんだけ早く投げれるかが勝負なんです。ちょっとね、今回はタイマンにしたいからわざと弱いやってます。 OK。 これやばくない？これもこいつ避けるのうますぎない？はい、OK。 これさ、ボタンがうまく反応しねえな、このコントローラー。はい、ラブバレ。あら、重量コントロール。マジ、ザナミさんの交互コンボ難しい。今回はね、もうタイマン戦を考慮してちょっと弱いにしています。多分さっき言ったと思うけど、ちょっと言ったのか言ってないのか分かんないから。というわけで、どうしましょうかな。今回強化弾を取るというより、そのままノーマルでいった方がいい気がするけどね。でもこの3発当てからのスーパーノーバーやばすぎるよね、本当に。3発当てからのスーパーノーバー。さあ行きましょう。やば、はあ、悪魔だな本当に、悪魔的アンドロイドだ。とりあえずトップバスタームーンウォークして、これを
やっていくと。あら落ちちゃったね、かわいそうに。オッケー、強っ強すぎでしょこれ、やばこのコンボ強すぎる。さすがタイマン性能最強ですね。ご視聴ありがとうございました。